トイックプロジェクト、はい、松原編スタートです。目指す800なんですけど、はいはいはい、やばいな。リスニング聞こえない人のやっぱ一番大きな原因は、まあ、公式問題集ですよね、はい、受けていただいたということで、はい、さて始まりました、むちゃチャンネル。さあ今回はですね、はい、松原さんにおいでいただきました。こんにちは、はいです。はい、松原さんはですね、トイックの、まあ、公式問題集ですよね、はい、受けていただいたということで、はい、じゃあどうだったのか実際ですね、トイックプロジェクト、はい、そうですね、松原編スタートです。やばいな、やばいな、難しいな。いやいや、ちょうどね一人抜けたんで、はい、メンバーが、はい、編集してくれてた人なんですけど、あ、そうですね、はい、ちょうどインターンシップに入るんでって言って、はい、あ、はい、じゃあ、はい、ではちょっと、ね、公式問題集、はい、実際その2時間やったわけですもんね、はい、見ていきたいと思います、はい、松原さんの結果を、はい、お願いします。はい、じゃあリスニングですね、リスニングですね、はい、あ、公式な、公式のいくつですか、ですね、公式問題集の最新版の第1回の9ですね、はい、じゃあ9 2回入ってる、はい、中の第1回の方、あ、さっきあったやつ、そう、あ、てんちゃんが持ってたやつ、あ、本当ですか、この中に入ってる、これですね、多分これだと思います、はい、はい、それの1回目のやつをやったってことですね、はい、で、まあ、素点のあの換算表みたいなのもね、はい、ここに入っていますんで、そうですね、じゃあ何点だったのか、はい、ちょっとてんちゃんのちょっと間違ってるよ、アワセルフじゃないよ、アワセルブズだよ、こうテスト入ってるし、こうデアセルフじゃない、デムセルブズだよ、あちょっとこう、で大学でやってた時もこれめっちゃやったから、合わせるふじゃねえ、合わせるブズだっつってね、学生たちにめっちゃ言った。さあ、はい、じゃあ、まあ、なんかあの正直聞こえないことの方が多かった、あ、正直、ね、はい、まあ、僕受験指導で基本私立文系メインなんで、はい、あんまりリスニング系をやらないっていう言い訳もあるんですけど、ね、はいはい、やばいなと。でももっと多分実際たまたま点数良かったんじゃないかな説もあります。あら、良かったんじゃないか。じゃあ実際教えていただきましょう、素点いくつだったんですか。はい、はい、リスニングが56でした。あー、56問、はい、良かったで、ちょっと期待しちゃったけどちょっとですね、まあ、僕にとっては56問ってことで、まあおよそ240点ぐらいから310の間、はい、まあそんな感じ。なるほど、はい、はい、そしてじゃあリーディングですよ。はい、でリーディングは意外とできた問題もあったんですけど、はい、時間不足っていうのが一番やばかったので、あ、そうですね、素点が59、はい、59、ほう、なるほど、で230から310の幅ということで、だいたい470から620の間。なるほど、まあ、620はさすがにいかないと思うんですけど、いかないですね、はい、500いくかいかないかぐらいの点数ということですね、うん、はい、これやばいですね、はい、ディスブランディングでいってますいやいや、こっからちゃんと点数も上がっていき、はい、体重も下がっていき、はい、そう、天ちゃんに痩せましたねって言われたんで、そうなんですね、なんか違う僕が見えてるかもしれないです。ジュズいる、ジュズ天ちゃんも頑張ってますから、ちょっとね、はい、僕の人頑張ろうかなと思いますけど、何をやっていけばいいでしょうかね。そうです、まあどれが正解でどれが不正解だったか見れれば一番いいんですけどね、それがないですもんね。じゃあまずやった感想としては、はい、単語力不足、あ、はいはいはい、はい、やっぱ知らない単語が多かったなと、うんうんうん、やっぱ見たことがない、大学受験ではなんか見たことがないような単語が結構ちらちらあったなっていうのが大きかったです、うんうんうん、はい、でリーディングはちょっとこう演習していけばもう少し点数上がる気もするんですけど、単語力増強して、はい、あとまあ試験の傾向慣れて、問題はリスニングから、はいはい、今回240ぐらいだったんですけど、うん、最後爆死があるかなと。なるほど、なるほど、100とか分かんないですけど、どうでしょう、そのパートごとで見てって、はい、写真の問題はどうですか。写真の問題は結構撮れてました、なんか絵で見て、あ、こういうことやってるのかなって、うん、これかなみたいな、うん、多分これかなっていうので、はい、結構当たってましたけど、逆に綺麗に全部聞こえたっていうのは本当少なかったです。なるほど、はい、次パート2の方ですね、いわゆる応答問題ですね、はいはい、はどうでしょう、一人目がこうなんか喋ってそれに対する返答を選ぶやつですか。そうですね、あれもまあ多分こういうこと言ってるんちゃうかなと、はいはいはい、だから多分これかなっていうので、でも多分半分、うん、2分の1の確率までいかないけどっていう感じの、なるほど、正解だったと思います、うんうんうん、はい、そういう感じで、でいよいよパー3、4は
何たって長くなるわけじゃないですか、3つもついてて、はい、それはどうでした、はい、問題によってはそっちの方が解きやすかったものがあらそうなんですね、なんかあこれなんかわかるみたいな、はい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 、あ逆に なんだこれはっていう、ちんぷんかんぷんこれ、まあ、適当に丸つけたのがたくさんありましたけ ど、そういう感じ、短いよりもなんか長い方がなんか解きやすい印象は僕は今、あそうなんですね、珍しい、じゃあ会話と一人の人が喋るのだったらどっちが聞きやすかったですか、はい、あ僕一人の人の方がいいかもしれない、あこの英会話とかやってこなかった人あるある、ね、ああそうですか、ね、だから東大生も一人の人が聞きやすいって人結構多いんです、はい、あそうなんですね、はい、リスニングやってきて会話とかやってこなかった、あそうですか、東大に2時もありますよね、そうです、だいわゆるニュースとかは見てたけど会話とかは全然やってこなかったんでって人は一人の方がって言ったりもしますけどね、なるほど、でまあ一番気になるのはちょっとパート5ですね、パート5あの短文穴埋めです、いわゆる、まあ、受験の、ね、文法問題に近いような、なんかそこもなんか文法的に分かる問題もあったんですけど、はい、いまいちそこが一番つかみどころがない、ああなるほど、なんかヤバさは一番難しいかなみたいな、ああ語彙は語彙問題とか語彙も結構しくじったと思います、なるほど、はい、あれ松橋僕のメンバーシップにいるんでしょ、あいます、はい、だったらメンバーシップでの TOEIC講座見れますから、見ますあそんな面白くはないですけどね、長いやついっぱいありますので結構メンバー歴長い子だと思います、ね、そうですそうです、見れますんで、はい、ぜひとも、わかりました、そちらわかりました、大学で流してた授業そのまま流してるんで、ああそうなんですね、はい、だから予備校っぽくはやってませんが、あとあのほら森田先生がやってらっしゃるベーシスっていう塾があるじゃないですか、はいはい、平塾長の いきなりぶっ込んできましたけどはいトイック600点以上か800点以上で、はい、平先生が返金してくれるやつ、はいはいはい、あります、ちょっと僕もそれに入って到達600点以上到達して目指す800なんですけど、はいはいはい、平先生のお小遣いもらいたいなと思ってますなるほど、どういう仕組みなんですかそれ、はい、あ6ヶ月以上個別指導を受けていただいて、はい、トイックが600点以上だと3割ぐらい月謝が返金されて、うん、800点以上だと4割ぐらい返金されるっていう、それ元の点数分かんなくていいんですか、でもあ元の点数は関係ないです、あそうなんですか、もともとそれぐらい取れる力の人がいたら取れる人がいたらいたでいいと、あそれってもコントロールできないからっていう、ああなるほどな、はい、確かにそうですね、はい、元のものね低く取っちゃったりとかもできちゃいますからね、あの今すみませんね、すみませんトイック600じゃダメでした、700以上でしたダメだダメだ、はい、でもまあちょっと頑張ります、はい、ぜひ松原さんと一緒にやりたい方は、はい、ぜひ、はい、ちょっと一緒に頑張りましょう、はい、やってもらえればいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、じゃあまだ何も始めてないってことなんですね、今日がスタートかな、今日がスタートなるほど、まだその問題解いてみて、はい、その結果ってことですね、そうですね、まあ、やっぱ単語帳やんなきゃいけないんで、はい、まあ、すごい簡単なのは自分のね、まあ、品質英単語っていうのがありますけど、はいはい、ただまあ松原さんだったらできちゃうと思うんで、いやいや、だからまあ銀フレ金フレっていうのがあるので、はいはい、銀のフレーズ金のフレーズ、銀が優しめです、あまず銀からですかね、だてんちゃん金やってるって言ってたから、あなんでてんちゃん上の方やってるんですね、まあ、まあ銀でいいと思うけどまずあの森田先生の単語帳をやって、まあ、知らないやつだけピックアップして、はい、で銀フレーズぐらいまでもちょっとしっかり完璧にする、そうですね、そうですね、じゃあ最初の目標って何点にしますか、いやもう本当にガチで600以上取りたいです、はい、もう申し込んだんでしたよね、あ申し込んでます、はい、6月日曜の方です、はい、日曜の方なんで、じゃあ6月後半ですね、なんでまあ1ヶ月ぐらいある、はい、1ヶ月ぐらいですね、なんで単語とあとまあ全体像を掴んでもらって、はい、でメンバーシップのやつ入ってるんでみんなねそう見たらやめちゃっていいんで、はい、トイック講座の2はありますんでその2の方が簡単なテキストなんで6月25でした6月25はい、そちらでやってもらって、じゃあ、はい、ベーシスとともにやってもらって、はい、で文法だったりもまあそれぞれ指示しようと思いますんでこれぐらいのができるようになってほしいみたいなのを、はい、そこでどれぐらいいくかを見たいと思います、はい、あとはまあ文法金フレリスニングですよね、問題リスニングがどれぐらい聞こえるようになるかっていうので、もう本当基礎レベルからやんなきゃいけないのか、いやちょっとそうですね、基礎レベルからやった方がいい気がします、対策で、いわゆる単語を詰めて聞こえるようになるのか、まあリスニング聞こえない人のやっぱ一番大きな原因は単語力なんで、あそもそもその単語を知らないから聞こえない、表現を知らないから聞こえないなんで、でその後で表現と音が一致してないっていうことですね、なんか連語になると変わるやつ、そういうのだったりとかも、単語もそもそも変な音で覚えちゃってるとかっていうのは、あそれはあるあるですね、あったりするので、まあ、その辺のところを、僕アラウルをアローと覚えてましたから、あそうです、それ ね、ダメですから、はい、そういうのやっちゃいけないんでIt can be allowed です、そんなの許されませんで、まあいろいろトイックやっていく中で言い換え表現を覚えるとかめっちゃ重要になってくるので、あまあその辺は多分僕の講座見てもすごい分かると思うんで、はい、こういうふうには言い換えられるんだみたいなのは、
600超えなかったらどうしますか。じゃあ600超えなかったら、はい、やっぱり何かしらね、他のねトイックメンバーと違ってやっぱ松原さんの場合はいろいろ貸していかないと、はい、なるほどなるほど。てんちゃんと2人で山奥に1泊2日のキャンプをします。おお、キャンプ2人サバゲーで、ハルさんが IELTS7.5 突破したら俺らキャンプに行くっていう、なんかプラスのやつだったのにマイナスになって、僕らのみとも陰キャだから、陰キャにとってあれはちょっとあの逆に罰ゲームなんですよ。なるほど、ね、かないとってことですね。わかりました。またバキバキのてんちゃんの顔を撮ってこようかな。ちょっとまたして、今回は松原さんにおいでいただきました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント、こちらトイック800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。